ガチヤグだ。金目鯛美術館とは言いますが、これはなんと世紀末マッチでございます。はぁ、あ、というわけで今回は後付け実況になります。1試合目はねちょっとね録画ミスだったんですけれども、まあ2試合目というか、まあこちらの試合はね、収録できたんで、まあ後付けということでやらせていただきます。武器はスプラローラーコラボですね。アンチン暗転のローラーを使っている状態です。これですね、先月末にまあちょっとフレンドでね試しに世紀末マッチやってみようよっていう風になりまして、それでやってみた結果になります。いやー、やっぱりね面白いね世紀末マッチは。やっぱり普段やってる人もこういう特殊なルールでの比べっていうのはなかったみたいで、なんか立ち回りとかすごく考えて面白いって言ってましたね。はい、いただきまーす。ね、いやー楽しい。ね、最近ね、プライベートマッチでね、遊ぶこともだいぶ増えてきたんですけど、やっぱりね、仕事の方が忙しくてね、移行する時間もそもそも減ってきちゃったなっていうのがあって、で、今度、またスプラトゥーンの9の体験会、試写会ですか、があるじゃないですか。またそのあたりからね、徐々にNintendo Switch のソフトとかもね、遊んでいこうかなとは思っております。乗っちゃった。Nintendo Switch 自体は、実は発売日にも買ってはいるんですね。いただけない。マジか。すげえな。ね。で、やってはいるんですけれども、まあ、僕の相方がですね、今ずっとゼルダの伝説やってまして、僕は全然スイッチ自体には触っていない状況です。これはいただく。よし、やったぜ。ね、みんなさ、名前をさ、あいこれは事故。ね。みんな名前を自由に書いてるからさ、誰が誰なのかなって分からないかもしれないけど、まあ分からなかったら分からなかったでいいよ。基本的にはニコニコ動画で、音楽関係とかでね、活躍している方と一緒にやっている感じなんですけども、なんかさ、こいつ強いよー。で、中の人はあれだから言わないけど、でこいつ強いよー。スプラトゥーンやりまくってるよ。ね。というわけで、まあ、この人かなとか思ったら勝手にセーフに思っておいていただければいいんじゃないかなと思います。いただき、私のキルが、おいさあ、敵は全滅。じゃあ飛んでいこう。で、まあ、スプラトゥーンのね、実況プレイ、まあ、おかげさまでね、いろんな企画とか、それからこういったものにも誘っていただいたりとか、あるいは、ね、ガチの、ね、野良のガチマッチとか、あるいは、縄張りバトルとか、ね、それからローラー以外にもいろんな武器使わせていただきましたけれどもね、まあおかげさまでね、たくさんの方に見ていただいて、そしてたくさん動画も投稿できて、さらには何だろう、ね、公式のねイベントとかにもね呼んでいただいたとかもあって、個人的にはすごく楽しいゲームだったなというふうに思います。で、なんでこういう風に語ってるかって言いますと、まあ、毎週定期投稿という形でね、まあ、できるときは可能な限りやってはいたんですけど、おらんこの野郎、おらんこの野郎、あ、いるわ。ああ、私のキル。ね。だけど、まあ、今回ぐらいでね、ちょっと落ち着いたってことで、まあ、また、いやだーダメだ、映像見ながらだと全然後語りとかできねえや。ね。飛んでいきまーす。ね。これダメかな？あ、よかったよかった。よく当てたそれよく当てたそれね。で、まあ、今回で一応ね一区切りという形を取らせていただこうかなというふうに思います。で、まあ、どういうことかというとね、いよいよこの動画が投稿される週末ですよ。スプラトゥーンの試写会があるじゃないですか。次回からはね、侵略スプラトゥーン2がね始まる、シーズン0がね始まるかもしれないということでね、そこをお楽しみいただければいいんじゃないかなというふうに思います。危ないから逃げます。ミントを回復して、どこその辺じゃね、崖ピチピチ邪魔だなね。ということで、ほらほらほら、出てこい、悪いことはしねえ、出てこい出てこい出てこい、出てきたー出てきたのは私だったよ。この竹がさっきから強いな。で、そうですね、侵略スプラトゥーン2をやるっていう話をしたんですけれども、誰もいませんよ、誰もいませんよ。あ、ダメだ、バレてるバレてる。こんにちは。
さあこうなるとね、ひらめが浮かたんちゃりスキルが始まると大変なことで、てやめなさい、やめなさい、逃げまーす、逃げまーす、僕は悪いひらめじゃないよ。あっ、オチがよろしいようで。あー楽しかった。いやでも結構ね、うん、個人的には暴れ回ったな、そしてたくさん死んだなっていうね、そんな成績でしたね。さあというわけでこれでリザルトが一番下だからさ、やばいよね。世紀末マッチというわけで後半戦でございます。今回もこのまま引き続き後片いでいきたいと思います。いやー、うわー向こうすぎ、すげえ、ノバノバ、寿司寿司。いやー、まあ、個人的にはね、あんまりその大会とかチームを固定で組んでとかそういったことはしなかったんですけれども、まああのいろいろと楽しくね、全然楽しくねえやね、やらせていただいたなとは思っております。で、まあ、振り返ってみると、まあ最初はね、あの初めてねやる FPS ゲーム、元に TPS ということで、まあちょっとね、久々にこう実況動画をね収録したっていうことがね、全然喋りもできていなかったなと思いながらもね、今となってはね、こんなにも喋れるようにね、こんなにも喋れるようになったっていう、本当にね今はね思うよ、うん、今でもそこまで喋ってないなとは思うけどね、喋れるようになったなと思っております。で、赤羽シューターで頑張っていたけれども、自分にはねシューター無理だと思ってね、そしてローラーを担ぎ始めてね、そしてローラーコラボ、そしてスプラローラー無印の方にハマって、で、まあいろんな武器を試して、そのうちハイドラントカスタム、ハイカス様に出会っていたいよ。で、ハイカスね、ハイドラ様を崇めていき、そしてまたある時はね、なんだ、バレルスピナーリミットとかね、スピナー系も握ったりとか、あとあれか、洗濯機を握ったりとか、リスキルが始まっているけれども、まあそんな中でやっぱりあの一番ね自分をね象徴している武器が、まあこのねローラーだったんじゃないかなというふうには思っておりますね。思ってみればさ、全然シューターの武器使ってないなって思いまして、この侵略スプラトゥーン2ね、スプラトゥーン2が出た暁にはね、今度こそちゃんとね、あの、あ、なんかどっかですよね、今度こそね、ローラーとかの武器はもちろん使いたいけれども、シューター系とか、それからマニューバとかも出るじゃないですか。そういった新しい系統の武器もね、食わず嫌いをせずに、まあ、少しはねある程度使おうよっていうね、そんな感じでやっていきたいなと。今度はお遊びじゃなくてガチでちゃんとやりたいなって思ってます。ないとさ、ね、友達をみんなさ一回買うって言ってるからさ、ね、負けたくないんだよね、勝負ごとに。やっぱりやるからには、よしよしよし、いいぞいいぞ。でもまあこのね、初代スプラトゥーンね、すごく楽しかったけれども、まあ今のところはこれだからな、ブラスターはな、強いな。いやー、というわけで感慨深かったんですけれども、ただね、まだあの夏にね出るとは言われておりますけれども、ね、時期とかも未定ですし、まあそれに関してはね、のんびりとね、引き続き今のスプラトゥーンもね、のんびり遊びつつ、ね、やっていこうかなというふうに思っております。動画にするかどうかはちょっとわからないけどね。さっきから無駄なデスが多い気がするな。あと環境がどう変わるのかも気になるしね、とても気になるところではございますけれども、まあそろそろね、イカ以外のものも遊びたいしね。ということで、今の一人も倒せてないの、ちょっとなんか自分のエイムがブレブレすぎてちょっと悲しい。さあ残り1分半になりました。そろそろ試合の方行きましょうかね。最後ぐらいはちゃんとね実況して終わりたいもんね。さあというわけで、おっと、なんとこんなところに隠れていた、これはラッキーキル。さあそして、おっとこれはローラーがいる、違う、ノバがいる、ノバがいて、ノバとスシしかいないもんね。なんか単射程だから射程ではね五分五分なんだけど、どっか撃てよ、どっか撃てよ、どっか撃てよ、根元か、オッケーオッケー、根元にいるんだったらここ、はい、オッケー。あ、うわー、ノバがそこにいた、まだ隠れていた、水に隠れていたね、ブルゾンホチチエミという名前で活動していたあなたね、
まあ、今回なんだろう、メンバー紹介とかは特にしません。あ、この人だなというふうに思っていただければそれでいいです。なんかいたぜ。そっちから来てる？あ、これまずいね。さあ、やはりね、現環境ね、してちゃんとゾンビがとても多いというふうに言われておりますけれども。そう。やっぱりね、このイカのいいところはね、息ですが軽い。いや、軽くはないんだけどね。ある意味軽い。命は軽いし、ね、デスの重みもそこまでね、他のゲームに比べたら重くない。いいと思います。いたね。敵が、いた、寿司か。左から来るね。だから、ここ！あ、ダメ、違った。そっち？うん、どっち？ここだ！おー、ナイス！相打ち。オーケー。さあ、というわけで、これにて、私の侵略プラスは終了です。お疲れ様でした。いやー、大団円。さあ、ジャッジ君、判定は？はい、負けうん。また、ね、企画、やるときは、ね、この続き、侵略スプラトゥーンのシーズン3としてね、投稿しますので、よろしくお願いいたします。というわけで、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。お相手はオワタピーことガルナでした。またね、バイバイ。